お、いいですね、行けました。あ、来ました、はい、おっと、いい人がやってますね。これ終わりそうだけど、見ちゃいますか。見ちゃいます、はい。お待ちします。パソコン、来ましたね。ありがとうございます。もうちょっと仕事終わったみたいで、ホワイトアルバムさんの将棋なんですけど。あ、ホワイトアルバムさん、いいですね。ホワイトアルバムさん、どうだろう。ホワイトアルバムさん、はい、ホワイトアルバムさんかなり激戦ですね。ちょっとこれはちょっと今点が書きづらいですね。今、いや、やっぱり人気ですね。毎回出てるだけ。今日はでも仕事が忙しいんじゃなかったっけ。今私休憩中なんですか。休憩中なんですか。休憩中なんですかね。ホワイトアルバムさ ん、優勢かもしれないけど、ちょっと持ち時間がないのが気にかかりますね。あ、ちょっとそれはあれだな。あ、でもこれ34秒あれば勝ち。いや、でも今の手が相当悪いってなったですね。そんなとこに振ってもしょうがないでしょって。あ、これ、これちょっと。あ、これはなんか、これは全然ダメ、全然ダメになりましたね。いや、この8、9強とかね、やっぱ辛いですね。辛いですね。もうプラス1000ぐらいですね。ああ、苦しいですね。これ先手の人は6段の人ですね。そうですね。ホワイトアルバムさんでも8段なんですね、今ね。前一緒に出た時は多分7段だったんで、すごいですね。ホワイトさん、今順位どのくらいなんですかね。ホワイトさん今13位。13位、あ、そっか、13位、まだ13位の。ホワイトアルバムさん13位でね、ちょっとなんとか10位以内に入ってこそうですね、頑張ってほしいですね。いや、僕もね、今日さっき、ホワイトさんと対戦してきたんですよ。はいはい。こう車乗ってきてる中、ホワイトさんとやったんですよ。偶然いらっしゃる。それで、はい、これで君もって思ったら返り討ちされましてね。もう身長穏やかじゃないです今日は。その対局いつかちょっとリアここでやっておいてほしいです ね、 ね、ホワイトさん潰されたら潰されちゃいましたね。ホワイトさん、綺麗に寄っちゃいましたね。綺麗に寄っちゃいましたね。あ、本当に勝てないですね、放送で。いやー、ちょっと将棋はちょっと途中からってよく分からなかったですけど、見ないでいてあげた方がいいのかもしれないですね。あ、そうです。でもね、言うと見たくなっちゃうんですよね。